それでは今日はこの辺で。
盲導犬ユーザーのおよそ6割が飲食店などで受け入れ拒否を経験しています。受け入れを与えない日本盲導犬協会 AC ジャパンはこの活動を支援しています。Facebook っていいねとかそういうのが社会の緊急委員会の状況、当社の、注視をし、引き継ぎ感染防止の拡大に万全を尽くしていきたい。菅官房長官です。新型コロナウイルスの感染が拡大しています。文化放送石川真希です。1月22日金曜日のニュースパレード、文化放送報道部長、これ全資料か、使ってる医療を減らそうか。先輩、プレゼン食べたいですよね。取り上げ、じゃあ6食のままでいくべきね。なんで、オートレースが6食だからね。なんで、状況について共同通信中国総局の鮎川加奈記者のレポートです。中国では今年25日が旧暦のお正月にあたる春節です。中国人にとっては1年で一番大切な行事はないと考えています。